はい、皆さんこんにちは、ワンダーリグリフィジです。では今回はパワープロ2020栄冠ラインの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、2年連続甲子園、夏の甲子園ですね、出場を決めたというところまでプレイの方を進めました。今回はその続きになります。まず合宿をこなしてですね、その後本大会の方にプレイを進めていきたいと思います。合宿で何かね、有能な特能を獲得できるとね、甲子園大会に弾みがつくんですけどね。ここまでのところ投手系が多いかな。キャッチャーをプラスに能力値としてね、上げていきたいなっていうのと、やっぱ阿部比、パワー比、広角、このあたりの能力がついてくると本当に嬉しいんですけどね。町田がキャッチャープラス2か、これ大きいな。取れたらね、なかなかね、うまく取れないですよね。岩瀬もいるけど、ここはダンベル使ってパワー比を取りに行きましょう。草間、小松、まあ来年をね、担う選手たちというところになると思うんですが、草間くんが広角打法を取ってくれましたね。その他で言うとどうだろうな、これぞっていうのがないけど、キャッチャープラス1か。吉原くんのキャッチャープラス1欲しいな。ホームチェック請求でいきましょうか。小松くんが対左打者 B まで上がってくれましたね。まあ、B まで上がってくると使えるかなっていうね、感じがしますね。では、夏の甲子園大会まで時間を進めていきます。はい。では、1回戦で、富山の高岡大附属高校との戦いになります。ここはね、ベスト8止まりだった前回大会、これをね、上回る成績を収めたいと思います。相手チームですが、4番稲倉くん、打率3割超えでホームラン19本。で、5番の小岩くんも打率4割超えてますね。スターティングラインナップで、どうなんだろうね、打率が出てなかったり低かったりしている選手がいるのは、何か意味があるのかな。ここまで勝ち上がってきているようなチームでね、スターティングメンバーを変えてくると、考えづらいかなと思うんですけどね。で、今回の張り切りボーイは道原くんですね。今タイムリーヒット先制点上げてくれています。では道原くんの、第2打席目ですね。相手ピッチャー永田くんなんですけど、球はマックスでも140キロに満たない投手なので、ここは引っ張りでいきましょう。遅い球中心だと思うので引っ張りでいきます。よし、これは切れていく。ただね、読みは当たってるかなと思うので、このまま引っ張り中心の打撃でね、攻撃を進めていきたいと思います。そういえば、このチャンネル、僕の動画ね、何度か見ていただいている方、ご承知おきいただいている方も多いと思うんですけど、タイで6ヶ月間ぐらいはまだ一般観光客は早いかなみたいな、まあ、そういう話、談話が政府高官から出てるようなんですね。となると、もう年内に残念ながらタイ、バンコク、あるいはパタヤといったところに遊びに行くチャンスはないかもしれないですね。まあ、例年だったらね、年に5、6回、本当に一番行ってた時だと毎月行って、年13回行ったってこともあるんですけど、さすがにね、もうそれくらいはいけないにしても、年に、3回、4回ぐらいはね、行きたかったんですけどね。今年はもちろん今のところ行けてないんですけど、この調子だと年内はいけなそうですねっていう話をぐだってると、2点リードですが、ノーアウトランナー3塁になる。球数64球。ここは、まずはワンアウト取りましょう。打率4割の小岩くんがいてですね。いい当たり飛ばしてくるな。これは、外角1球投げてもらう。よし。
これでワンアウトですね。サードランナーが突っ込んでこなかったのは良かったかもしれない。で続いて6番田畑君、これは抜けていくか。まあ当たりは決して良くなかったんですけどね。なんか代打構成ここでかけてくるんだ。黄色い線を背中に受けて野呂君になってますね。2年生に選手層が厚いっていう、まあ、そういうことなのかもしれないですね。これはボテボテの当たり。ただフィルダースチョイスだな。今のは前進守備にはしてなかったので、まあ今更あるんですけどね。ファーストでもよかった。おっと抜けていくか。これ逆転になるな。一塁手取れなかったかな。まあ当たりは鋭かったですけどね。ここは一度間を取りましょう。伝令を出します。ここで大量失点するっていうわけにはいかないのでね。なんとか1点差のまま食い止めて6、7、8、9と後半のイニングにね、勝機をかけていきたいなというふうには思います。まあ、1塁今日井端が入ってるんですけど、井端があそこトゥーさらに4点取られてるか。ここはもう点が取れるところで取っていきたいので、チャンスと見れば攻撃にいい戦術をね使っていきましょう。これは抜けてはいかないかな。タッチアップもできないか。ツーアウトになったので、ここは究極の思考は使わずにいきましょう。新井君の当たりは超える。1点返せそうかな。さらに2塁まで進みます。8対5。ナイスバッティング。で吉原君ですね、お祭り男使いたいなっていうところなんですけどね、ちょっと使わずにいきましょう。まだ8回9回残ってるので、そこで爆発するために残しましょう。杉君ですが、球速140キロ、シンカーが変化量が5ですね。その他の持ち球としてはシュートとカーブ、伸びは B。 さあ3点か。ここでもう1点2点返しときたいなっていうところはあるんですが、ここはショートゴロ。一塁はセーフ。これはラッキーだったかな。こういうところでね点取っていきたいですけどね。ライダーを使うかどうか。長岡君残ってるのが田上、海野。ここは長岡くんに変えましょう。長岡にかける。さあここは相手に揺さぶりをかけてくるのか。いぶし銀とラインドライブ持ちですね。バテてるよ。だー、打ち上げた。おっとラッキー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 。魔物は使ってません。この場面で魔物は使ってませんが、こういうラッキーが生まれてますね。ここ代打構成でいきます。玉上を出す。威圧。逆転まで持ってければ本当に嬉しいけどな。相手の投手能力確認しましょう。ここまで来るとね、一回一回が勝負ですからね。四球か。で、球速140キロ。コントロール E。で、V スライダーとドロップですね。変化量は決して多くない。これだったら打ち崩すチャンスだけどね。ツーアウトっていうのがどうなんだろう。打ち上げた。まあ、さすがに深瀬くん2回連続フォローはないよね。さあ、9回の裏です。さあ、逆転のためにはまずランナー出ましょう。またピッチャー変わってるかな。変わってないね。V スライダードロップ。頼むぞ。まずは出てくれ。なあ、これはボール球だったかな。いや、1回戦敗退はきついぞ。追い込まれて。
からですよね。ボール球に手出しているのは積極打法を積極打ちにしてるからですね。最後は空振り。いやーやだよ。よし抜けた。まあ、下位打線ですけどね、一発が出れば、ああそれこそ同点という場面。打ち上げた。いやー夏の甲子園大会はここまでですね。残念。いやーまあ総合戦力 C だったんでね、いけるかなと思ったんですけど、ちょっと甘かったですね。これで岩瀬が引退してしまうので、また新しい新チームということになるかと思います。ではちょっと時間を進めてですね、新チーム結成のところまで時間を持っていきます。では秋の県大会の様子ですね、簡単にご紹介だけしておきたいと思います。チーム戦力はねだいぶ落ちてしまってます。さすがに相手チームは総合戦力 D ですが、我々のチームも総合戦力 D まで落ちてます。まあ、ここはね打ち勝つ野球というのがもう難しくなってるので、守りの面でもしっかり貢献してもらえるところなんですけどね。まあ、ただ岩瀬が抜けた穴は大きくてですね、新しい先発エース森笠君がどこまで粘れるかというところにかかってくるかなと思ってます。草間君はねパワー B 持ってますんで一発あるんですが、ご覧のようにですね、まあ、ちょっと率がまだまだ低くて2割1分台というところですね。はい、秋の県大会初戦はこのままいけばね突破できるかなというところまで来ました。草間くんが、逆転満塁ホームランをね決めてくれてリードを奪っているという状態ですね。こういうね勝負強さが夏の甲子園大会1回戦で出てくれればよかったんですけどね。まずは新チームでの公式戦初めての戦いで、草間くんが5回に逆転満塁ホームラン打ってくれたので、まあ、よしとしましょう。では続いて2回戦目です。ここもね、突破して地方大会には進出しておきたいかな。さあでは、2回戦目になりますね。総合戦力相手はいいか、これだったら勝てそうかな。今回の張り切りボーイは今打席に入ってくれている井端ですね。井端は小技はね、効くんですけど、まあ、残念ながらパワーがあったり打率がすごく良かったりっていう、そういう選手に今のところなってないんですが、まあ、率がね、まあ、3割ぐらいまで上がってくると信頼度が一気に上がってくるんですけど、今だと2割前半なんで、なかなかこの勝負どころでね、活躍してくれるっていう信頼感がないんですよね。今町田君、これも当たりは良かったですが、ファーストゴロ。はい、ゲームの方8対0で勝利してます。これで県大会突破したので、あと地方大会ですね、ここの勝負になります。今日は1年生角井君が2本ホームラン打ってくれてますね。はい、では地方大会ですね、関東大会進んできました。1回戦目、栃木の佐野電工総合戦力 C、 勝っておきたいところですね。で決勝戦でなんとかね、いい形で勝利できれば選抜春の甲子園に出場というのが見えてくるので、まあ、そこを一つ目指していきましょう。相手の投手のデータを確認しておきましょう。まあ自分たちの打線に自信があればね、こういう細々したのはスルーしたいんですけど、いかんせんね、新チーム打撃にそこまでの力はないので、しっかり確認していきましょう。シュートが5、スクリューが3、それぞれ変化量になっています。速球141キロ、コントロールいいですね。ここはではセンター返しでいきましょうか。よし、これは追いつかれるかな。追いつくね。
セカンドランナーが三塁に進みます。ここでねドカーンと一発ホームランっていうのが入ってくるとね、打線に厚みも出るし得点力も増えるんですけどね。草間君の当たりはこれも追いつかれるかな、追いつくね、落下点に入ってます。はい、では地方大会1回戦目ですね、5対2と勝利を収めています。今回も角井くんがねホームラン打ってくれましたね。角井くん決して能力高くないし、パワー比とかがついてるわけでもないし、パワーがあるわけでもないんですが、それでもねホームラン打ってくれるので助かりますね。で一方井端がねミート S に上がってるんですけど、まあ、打率は残念ながら1割台まで落ちてます。ここなんとか手こ入れしたいんだけどな。井端の打順を思い切って、変えてみるとかね、ちょっとそういう動きを入れてみるというのもありかもしれないな。角井くんだったらまあ草間かな、まあ、確かにね角井くんいいところで打ってくれてるんですけど、まだ信頼度で言うとパワー C、ミート C なんでね、草間くんとかに比べると信頼度はまだ低いですかね。さあでは相手の戦力ですが、総合戦力 B、 まともに戦っても勝てる相手じゃないな。1点先制点、献上してますね。ここはセカンドゴロ。まあ、チーム戦力 B ぐらいのチームになってくるとね、エラーでとかっていうのもあんまり期待できる状況ではないので、確実にね点を取って最小失点でいくってい いうところですかね。ここはうまく草間くんが流し打ちですね。これは3点タイムリーになるぞ。よし、草間くんにして正解でしたね。ちなみにねタイの夜のお店とかね、まあ、バーとかも含めてなんですけど、野球の中継はほとんどやってないです。で逆にサッカー、バラン向けにサッカーとかはねすごい流してますね。まあ、なんで、まあ、そういう意味だと僕はサッカーそこまでってか全く詳しくないんで、野球がね流れてないとちょっと肩身が狭いんですけど、サッカー好きな方はね、そういう意味でも居心地はすごくいいんじゃないかなと思います。これは抜けていく。飛びついたけど、取れなかったか。前進守備の指示は出してなかったんですけどね。さあ、ここは抑えにかかりましょう。はい。9回の表3点リードの場面ですね。打率1割台に低迷している井端にはヒットエンドランでね、ちょっと強制的にっていうのを試みたんですけど、ここは裏面出てしまいましたね。で4番田上君、4番に座っててパワーもあるんですけど、ここまでホームランがね、1本も出てないし、まあ、それに伴って打点もね上がってきてないんですよね田上君がね。まあ、ここまで来れば地方大会突破はできるかなと思うんですけど、春の甲子園大会がねきつくなりそうですよね。この得点力不足、特に中軸井端、田上、このあたりがねもう少し打撃で開眼してくれると、甲子園でもね勝てるかなっていう気がしてくるんですけどね。ではまず先頭打者出してしまっているので確実に取っていきたいところですが、ゲッツーで一気にアウトカウントを2つ稼ぎましたね。まあ、金子くんもねもう少し球速が上がってきて変化量がね、1つ2つと増えてくると信頼感が増してくるかなと思います。では未だに調べてないので、転生プロとはいえ誰なのかよく分かっていない1年生の横山くんをリリーフで出します。横山くんね、3球種持ってるんで、将来的にはね、エースになってもらいたいな、というふうに思っています。はい。では、地方大会突破しましたので、今回はね、ここまでにさせていただいて、次回春の甲子園大会からプレーの方をしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。
内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。